三島トンネルは、徳島県三市と香川県中田戸群万能町を結ぶ全長2648メートルのトンネルである、国道438号を通す。一般国道438号三島、トンネル三島越を通る区間が1982年に国道438号が指定施行されたが、当時は徒歩での往来に限られ、特に 香川県側の中田戸郡こと波町は過疎地域でありながら周囲に県境を往来可能な車道がなかったため地域の発展が阻害されていた。このためトンネル建設が計画されて1997年3月に供用開始となったことで転線国道は解消されて県境を車両で通行することが可能になった。トンネル開通の翌年には 赤石海峡大橋が完成したこともあり、徳島自動車道の見舞インターチェンジから、琴平宮などへ向かう近畿地方からの車両が増加するなど、トンネルの整備効果が見られた。トンネル延長が長いことより、トンネル内での災害発生に備えて、徳島県と香川県の消防、警察や関係機関が防災訓練を1999年前後から実施している。 制限速度は時速40キロメートルである。徳島県にある道路トンネルの延長ベスト4。開通時は最長であった。なお、同様に4国内の一般国道で長距離の無料通行可能なトンネルとして、高知県阿川郡井野町から愛媛県西条市を結ぶ寒風山トンネルイコール国道194号のような例がある。ありがとうございます。